ヤンファンエイク、聖女バルバラ聖バルバラは、聖教会、非カルケドン派、一部の東方天霊カトリック教会で、数形される聖人、ニコメディアのバルバラとも、建築家や石膏、宝手、消防士、甲府、囚人の守護聖人である、三つの窓を持つ、塔、白の枝、苦弱の羽剣、聖杯、稲妻、本などと共に描かれる。記念日は12月4日。 聖教会では、イリオポリの聖大地名女、ワルワラと呼称される。ワルワラのギリシャ語表記は、アルファーローベータローアルファーだが、古典ギリシャ語再建音のバルバラが聖王に伝わったのに対し、中世以降から現代に至るギリシャ語の読みである、バルバラが、東欧、スラブに伝わり、教会スラブ語で、と転写されたことに由来する。日本聖教会に伝わった際、ボルト音は、 W 音で転写されることが多く、このため日本聖教会では、ワルワラと転写されるに至った。バルバラは、キリスト教が禁じられていた三世紀、ニコメディアの富裕な家庭に生まれた、旧婚者たちから美しい娘を遠ざけようとした、非キリスト教徒の父、ディアスコロスによって、バルバラは、塔の中で生活することになる。その遊兵生活の中で彼女は、キリスト教への信仰に目覚めた。 ある日、二つの窓のある浴室が島内に建設されることになった際、バルバラは窓を三つに増やさせた。この理由を三位一体を表すためとしたことから、娘がキリスト教徒であることを知った父は月光し、手にかけようとする。その瞬間、岩が二つに裂け、バルバラを包んで連れ去った。しかし、彼女を発見した羊飼いはその居場所を彼女の父親に密告してしまう。その後、 羊飼いの羊たちは稲子に姿を変えられた。一方、捕らえられたバルバラは、キリスト教を信仰した角によって、火で体を焼かれるなどの拷問を受けた。しかし、翌朝には、神のもたらした奇跡によって、傷は癒され、その羅針は白い薄犬で人目に直接触れないように、覆われたとされる。12月4日、剣によって彼女は殉教したが、その父は後に稲妻に撃たれて死んだという。 14救難聖人の一人で、発熱や休止から人々を守る、鉱山や火を扱うなど危険な場所で働く、人々の守護聖人である。イタリア及び、スペインでは船や鳥での弾薬庫での暴発事故を避ける、ため、聖女バルバラの像を置き、弾薬庫自体を聖人にちなんで、サンタバルバラと呼んだ。フランスでは、トンネル工事の際に聖バルバラの像を置く。 拷問を受けていたバルバラが倒った枝から花が咲いたという逸話から、ドイツやフランスのアルザス地方では桜やアこの占いのための枝をバルバラの枝という、同様に聖バルバラの日に水に浸した小麦がクリスマスに芽吹いた数によって翌年の豊教を占うということも行われ、これらの麦はバルバラの麦と呼ばれた。また、ドイツのことわざに白い衣装のバルバラは、 良き夏の季節を告知すると言い,い、聖バルバラの日に降る雪は、翌年の夏の方策を示すものと考えられた。広く民間に数形を集めた聖人であるが、カトリック教会では、歴史的に実在した証明ができないことを理由として、1969年に聖バルバラを聖人列挙から外している。日本ハリストス聖教会、聖教会歴2008年版、植田茂夫。 聖バルバラ殉教の諸女、守護聖者、人になれなかった神々中高新書、1991年、PP78、80から82、上田、前景、PP97 から99、上田茂雄、中部ヨーロッパにおける農事のことわざ、自然歴について、和稲田小学第305号、2007年6月21日へ閲覧、ありがとうございます。